Alright! Hello everybody! 3P9 キャットです。今回もファクトリーをプレイしていきましょう。前回はですね、エイリアのところにコンピューターのパーツを取りに行こうとしたら、見事に返り討ちにされてしまったので、ここまで再建してきました。一応念のために整備しとくか。OK。これで整備したから、またドジを踏んでもね、大丈夫なはずです。で、ちょっと、まあ、陣地っていうか、ベースの方のツアーをしましょうか。まあ、大体こんな感じですね。まあ、銅の方は少しずつ、だけや生産していて、主に鉄を生産するようにしてますね。で、銅と鉄が同じラインに行って、ここで合流してですね、でここでメインに、まあ、一気にガガッと、加工されていきます。で、加工されたものは、ここのラインに乗っかっていって、銅はこのフィルターで、まあ、このチェストの中に入れられて、おっと、説明しようとしてるのにエイリアンが襲ってきたぞと。すいません。で、この銅がこのチェストに入れられて、で、このインサーターがこのベルトコンベヤーに乗せます。で、ここのインサーターがこのチェストに入れて、またベルトコンベヤーに乗せるようにしてます。これはなぜかというとですね、インサーターはこのベルトコンベヤーの奥の方に、置くので、これを利用してね、コッパの方は手前の方に乗るようにします。で、ここで弾を作っていて、で、ここをギャッを作っています。で、リサーチは全て終わったので、ここにあった赤いポーションとかは、撤去しました。ここもね、ベートコンビアとか作ってたんですけど、まあ、全部、撤去させましたよと。でですね、よいしょと、まあ、ここの方にガガッとベルトコンベヤーを乗せて、伸ばしていって、こっちの方からちょっと攻めていこうかなと思います。まあ、前からこっちから攻めていったんでね。よし。まあ、弾が流れていきますよと。まあ、これでね、弾の方もフル稼働でいくんじゃないかな。できればですね、ここの方も、もういくつか工場、アッセンブラー入れたかったんですけど、ちょっと無理だったんで、2つだけになってしまいましたね。まあ、もしかしたらもっと増やせるかもしんないな。まあ、後でちょっと考えておきます。で、ここで、まあ、ギアなどを作っていてね。と。で、後の方で作ったんですけど、ここはロケットランチャーの、工場です。けど、鉄が、ちょっと流されていってないので、すいません。もう一つインサーターを増やしておきます。OK。まあこんなもんでしょう。じゃあ。そろそろ行きますかと。まあ最初にあそこの、なんていうんですかね、いたやつを破壊していきたいですよと。だけどなんかロケットで攻撃された今。ちょっとこれは多いな。多い多い。じゃあちょっと攻められないかな。これは困ったね。ちょっとインサーターをたくさん作ってと。 OK。 もう一回行ってみましょう。その前にちょっと電池の方を伸ばしていかないとね。インサーターが弾を入れてくれないので。よいしょと。壊せますね。
あともう一発、オッケー。タレットの一つが落ちましたね。よし、じゃあどんどんベルトコンベアも伸ばしていきましょう。ちょっとこれは大変だな。いた。やっぱりあのロケットランチャーがあるね。これは厄介だな。よし、じゃあ電気をつけて明るくしていこう。じゃあまたギリギリを狙いながら撃っていこう。よし、タレット2つ目破壊完了と。バトルタレットってこれはやなかなか物騒な名前のものがありますね。 OK、 よし、あとはどん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 前の方に移動させてと。で、弾がもっと前の方に流れるように調節してと。うーん、今のうちだ。 OK。 おーおーおーおお、これはまたたくさん来ましたね。よし、まあこんな感じで進めていくかな。じゃあ一段落ついたら録画開始しますので、また後ほど。ふう、さてまあ、ここまで来れば大丈夫かな。さてと、まあクリーパーのねスポーンとかいろいろとぶっ壊してここまでやっと来ましたよ。やっとコーナーまで追い詰めてきました。まあ、またガガッと伸ばしていってね、同じような戦法でやっていきます。さてと、いやここまで来るのに結構時間かかったね。めんどくさかった。よっしゃと、あ、ここは良くないな。よし、弾の方はまああるから大丈夫か。よし、では、まあ、この弾が自由に流れ着くのを待って、弾を入れていこう。で、こっちのタレットを開始していきます。じわりじわりと近づいていきました。こうやってね、よいしょと。まあ全部弾入れていっちゃうか、これ、まあ、最後だからね。で、クリーパーがノンストップで襲ってくるので結構ねうざったいです。なんかしようと思ったら襲ってきてですね、ろくに作業もできたもんじゃありません。ちょっと暗いから明かりをつけましょう。よし、これで見えるかな。まあギリギリのところからロケットランチャーで削っていきます。まあ、こっちがやられないようにね、まあ、気をつけないといけないんですけど、ロケットランチャーは地味に射程が長いのでこうやって安全に削っていくことができます。
OK、あとは、はい、フレームスロワーで、いや、キャラっていきます。いや、あおっと、危ねえ、危ねえ。今のちょっと油断してたよ。まあ、いや、じゃあ、あとはロケットランチャーで潰していこう。いやー、やっとか。やっと、クリーパー全滅させられましたと。OK。で、船のマシンを手に入れましたね。コンピューター。さて、これでゲーム完了です。いやー、使えた。まあ、2時間ぐらいプレイしてたのか。どうやら疲れるわけだ。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。